No, you don't see shit. Alright, no time to stay in here thinking. どこほっつき歩いとんねん、まこと。どういうこっちゃ。どこの組のもんや。渋沢組だ。渋沢組、うちの雇った鬼人会、てめえのおかげでさんざ下手打ってな、仕方ねえから消す羽目になっちまった。お前らが西谷を手間かけさせやがって、いい加減目障りだぜ。誠はどないした。あの女からうちの親父に土地を譲りてって連絡が入ってな、丁重にお迎えしてやったよ。何やと。あの子が自分から渋さんに連絡したっちゅうんか。振られちまったな。今頃親父は女を堂島組長に差し出してる。しかし女ってのは分かんねえもんだな。あいつはわざわざお前がここにいるって俺らに教えてくれたよ。しつこくつきまとってくるから追い払ってくれってよ。堂島組長と女はどこで会うんや。関係ねえだろ。お前の行く先はあの世なんだからな。あの子は俺を呼んどるんや。せやからお前らをここに起こした。はあ？あの子はどこにおんねや！Well, this is gonna be fantastic. Ow! Okay, maybe not. Okay, hold on. Ah! Okay. Stop interrupting me! Stop interrupting me! Stop it! How am I supposed to kick your ass if you keep interrupting me? Come on, I keep doing the wrong one. Ow!Keep doing it too early. Now, okay. I haven't used that one in a while, so I kept getting the timing wrong. Been fighting with Kiryu a lot. Onna wa doko ya?
そら。はよ言えや。嫌な他のもんに聞く。その前にお前には死んでもらうけどな。はよ言えや。六本木セバスチャンビルの展望テラスだ。Gotta get to the Sebastian building now. No telling what she's planning to pull. What? Why are there five different areas? Oh, taxi, okay. Well, I guess we go to the closest one then. Sorry.Hey, the gun, let's finish him off early. Okay. I got a taxi to catch. I don't got time for you. Oh, shit, I wasn't paying attention to my sprint. Come on. Sebastian building.Oh, wait, I didn't save. Oh, it's Kuze and. I can't remember his name, I'm sorry. Awano, that's what it is.親父、牧村誠さんをお連れしました。よくやった、渋沢。次期若頭、これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。それで牧村さん、空の一つぼの件で俺に話があるって。土地はあなた方にお譲りします。あんな土地私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ。そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。10億でも不服か。お金はいくらでも結構です。ただしこれまで殻の一坪に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。立花不動産の社長、あの人は私の兄です。それであなたの手下の首を三つ私の前に並べてください、堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。Damn, she want all three of those. That's how she's gonna do it? Okay.What a bunch of conveniently placed and fightable people to beat up. Hey, 誰か来るぞ。
あ、一人か。誰だありゃ。マジマ。渋沢組が始末したんじゃねえのか。マジマ、止まれこれ。うっさいわボケ。え？お前らに構ってる暇はないんや。道明けな血見るだけやで。さっさとどかんかい、ボケが。Hey, these guys just never learn, do they? Ow!なんやこれは。何しとるんやお前。Yeah, we're just throwing all our coats off now, I guess. Oh, big guy, alright. Kind of interrupted my combat though. Oh, shit.
Alright, let's switch this. This is for now. Oh, wait, she's right there. Whoops.喋らんで。お願い。聞いて。あなたの手下の首を三つ、私の前に並べてください。堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。かわいい子分の首で土地を買えと？俺がその条件を飲むと思うのか？お嬢さん。あなたが条件を飲まなければ、それはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。なるほど。ただ俺が思うにだ。あの殻の一つぼって土地は、少し過大評価されすぎている。あんたは知らんだろうが、あの一粒は周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかった。それが？そのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできる。だが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば、土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。権利関係調べ上げたが、ようやくその裏が取れた。女子供だろうがヤクザをなめちゃいけねえな。私は本当にバカって世間知らずだから。
らの一つぼがあればうまくやれるって、私にはそれしかないから。分かった、もうええ、やるしかなかったの。クソ、誰か、誰かこの子を。マジマ、セロ、何があった？撃たれてる、すぐに運べ。この人を知らせるな。よっしゃ、レッドレスキュー、レッツゴー。どこに連れてくんや。安心しろ、お前も来い。あの子を助けたかったら今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか。誠、おい聞こえるか。死ぬな、死ぬんやない。お前の望みは俺が叶えとるから、せやから頼む。These chapters are breezing by very fast. Jeez. Okay. What's chapter 16?東条界最強と言われる堂島組が独占を狙う巨大な利権。I'm gonna stop here though. I think it's moving on to chapter 17 now. But and we've seen this recently, so I'm gonna stop now. Thanks for watching. Hope you enjoyed. And I'll see you guys next one.